愛子さまは4月から日本赤十字社に入社し、社会人としての一歩を踏み出されました。ちょっぴり緊張の面持ちで東京都内の本社に初出勤した愛子さま。その爽やかなネイビーのスーツ姿に、注目が集まりました。シンプルなようでいて、実は最大級に気を使っている上級スタイルですと語るのは、皇室ファッションに詳しいファッション評論家の石原裕子さん。働きやすく、 かつおしゃれ心もしっかり抑えた愛子ファッションの魅力を石原さんにこっそり教えていただきました。日本赤十字社に初出勤した日の愛子様は爽やかでハツラツとしていましたね。石原優子さん以下石原さん、そうですね、ネイビーは誠実さを表す色ですからご自分の気持ちを表すのにぴったりなファッションでした。入社式は人生で一番の晴れの日です。 子供から大人になったと社会的に認知される日なのですから。いかにも着心地の良さそうなスーツですね。石原さん、生地に光沢があって、光のあたり具合ではグレーにも見えるネイビーは、フォーマル感がありますね。さらに、襟の周りから前立てにわたってステッチ、縫い目、が入っています。また、ポケットにフラップがあることで、相手に端正な印象を与え、仕事に前向きに取り組みます。 という姿勢が感じられるのです。これから頑張ります。という意思表明をされたのですね。真っ白なシャツブラウスが初う々うしいですね。石原さん、テイラードジャケットの場合、襟元をスッキリさせたくてアンダーにラウンドネックのシャツブラウスを着たくなりますよね。でも、きりりと男性っぽいシャツをお召しでした。緊張を持って臨みたい時には、スタンダードなシャツカラーは改まった感じがして良いものです。 とはいえ、第一ボタンを外したところに、ちょっぴり緊張を和らげたいというお気持ちも感じますね。メディアの前に、元気に歩いて来られた姿が印象的でした。石原さん、ボックスプリーツのスカートが新鮮で、堂々と歩かれていましたよね。歩幅も広く、スピード感がありました。ボックスプリーツのスカートは、まっすぐお立ちになった時にはスッキリしたラインになり、 活動したい時にはゆったりと開いて大きな歩幅で歩けます。愛子様らしいスタイルと思いました。ローヒールのシューズも働きやすそうですね。